令和4年11月場所、東の関脇は片掛け、身長183センチ、体重132キロ、平成6年生まれの27歳。大相撲では大きな体ではありませんが、低い姿勢からの厳しい押っつけを持ち味にしています。2022年、大相撲春場所、千秋楽、関脇の若隆景が12勝3敗で並んだ平幕の高安との優勝決定戦に勝ち、初めての優勝を果たしました。新関脇の優勝は昭和11年の双葉山以来86年ぶり、また福島県出身の力士としては元関脇栃東以来50年ぶりです。そんな若隆景が優勝インタビューで、嬉しい、実感はまだちょっと湧かないと優勝直後の心境を話しました。そして地元の福島に向けて、震災から11年経ってまだまだ復興が進んでいないところもある、自分が土俵でできることを精一杯やっていい姿を届けたいと思いを述べました。若隆景は3兄弟の力士で、長男の若隆元、次男の若元春、三男の若隆景は大波三兄弟とも呼ばれ、三人のしこ名は三本の矢の教えで知られる戦国武将の毛利元就の息子たちの毛利隆元、吉川元春、小早川隆景にちなんで命名された。大波三兄弟の人気と魅力は、三男の若隆景の優勝ももちろんだが、兄弟の絆や個性にも注目されている。若隆景の優勝決定戦も、長男の若隆元は花道奥で見守り、自分も緊張していてあんまり覚えていないです、でもやってくれると思っていました。賜杯を抱いた若隆景の姿には、もちろん兄として本当に嬉しかったですねと語った。決定戦後、厳しい表情を崩さず引き上げた若隆景、支度部屋では若隆元におかげさまでと伝えたという。おめでとうと返した兄、実はネット上では勝ち越しを決めた際の若隆景が丁寧に若隆元に頭を下げる場面が話題となっていた。そして次男の若元春は自身の取り組みを終え、宿舎で決定戦を見守っていたという。テレビの前では肩に力が入っていました。応援する側の気持ちがわかるというかと明かした。弟の優勝が決まった瞬間は、いや、ガッツポーズしてました。もう鳥肌がやばかった。さすがですよ、すごいとしか言えない。自らのことのように若隆景の初優勝を喜んだ。担任の父親も元幕下力士で、祖父は足取り名人の元小結び若葉山問魚相撲一家で育った。次男の若元春、三男の若隆景はよく喧嘩をし、長男の若隆元がまとめ役となっていたそうです。それは今でも変わらず、面倒見がよく部屋の若い衆のこともこまめに気にし、頼れる先輩でもあり、兄弟の中心と若元春は語ります。次男若元春も今年初場所の新入幕から存在感を示し続けており、3場所連続9勝で番付を上げ、幕内上位の力が十分にあることを示した。またインタビューの際に見せる最高の笑顔も魅力で、ファンの心を掴んでいるのでしょう。2022年9月秋場所では、次男若元春と三男若隆景が東方三役揃い踏みで弟をお手本にし、四股を踏むお茶目な姿が印象的でした。昔の侍のような佇まいと今が伸び盛りで勢いを感じ、かつての千代の富士関を思い起こさせるような力士、三男若隆景。プライベートでは、三男若隆景が2019年1月に、そして次男若元春が2021年12月にそれぞれ結婚を公表しました。
三男は肩掛けは27歳にして一男三女の父親、次男は若元春も2022年5月場所中に女の子が誕生しました。今後の三兄弟の活躍が楽しみですね。今回は各界の三本の矢、大波三兄弟について紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やコメントをいただけると幸いです。